ただいまから予選競争第3レースのスタート展示を行います。3レースのスタート展示を行います。1番那須啓太、2番中谷隼人、3番深川真嗣、4番塩田北斗、5番羽野亮、6番今村信孝。チルトは4番と6番が0、他はマイナス 0.5。 チルトは4番6番が0、他はマイナス 0.5。 プロペラの交換を4番塩田選手が行っています。調整重量を1番那須選手1キロ、3番深川選手2キロ行っています。部品の交換はありません。3レーススタート展示のコースはインコースから6番1番3番ダッシュ、2番4番5番です。ただいまのスタート展示は4番5番がフライングでした。第68回を数える G1 九州地区選手権、初日の攻防は予選競争第3レースを迎えました。さあコース取りですが、1番3番とスタートラインに向いて、続いて6号艇今村が動いています。インコースから1番3番6番2番4番5番の並びです。スタートしました。ほぼ揃っていきました予選競争の第3レース。さあ1周1マークの攻防は2コースから3号艇の深川が先に動く。間をまくり出してきた6号艇の今村、1号艇那須は浮き上がって交代です。さあここは6番と3番が並んでいきました。6号艇今村信孝と3号艇深川真嗣、スタートは前提正常でした。内にいるのは6号艇の今村、1周の2マークを先取る。サッシュを狙って3号艇の深川真嗣、渾身のサッシュ、これが入っています。3号艇6号艇なおも先頭争いです。深川真嗣対今村信孝の先頭争いとなっている。後ろは4番と5番、こちらも接戦です。先頭争いから今度は3号艇の深川が行って、6号艇の今村がサッシュに構えました。さあバックスレッジに入って、先頭は3号艇の深川がじわりとかわしてきた。6号艇の今村信孝2番手の位置、3番手は4号艇の塩田北斗となっています。2周の2マーク、トップ旋回は3号艇の深川、2番手で6号艇の今村、3番手で4号艇の塩田が折り返していきます。上位の体型3番6番4番です。その後方に5号艇羽野亮、2号艇中谷隼人、そして1号艇の那須啓太、先頭は3号艇の深川真嗣が最終周回1マークをクリア。続いて6号艇今村信孝です。3番手に続く4号艇の塩田北斗で向こう正面です。上位体型は3番6番4番です。364364の3連単の図は 126.9 倍。最終コーナー、今村信孝との接戦を制したのは3号艇深川真嗣、そして2番手が6号艇の今村信孝、3番手4号艇の塩田北斗です。先頭3番ゴールイン。